岩礫島の奥側の方に見えておりますところは大きな島でございまして、山口県下関市の彦島でございます。お客様にご案内申し上げます。これより本線は2度目の U ターンを行います。 U ターンの際に揺れることがございますので、お席をお立ちのお客様や小さなお子様連れのお客様は順番のご注意をお願いいたします。またデッキの前方の方、波しぶきが上がることがございますのでお気をつけください。北九州市関門海峡一望に素晴らしい夜景を望めます。
障害、また単車では自転車の手当などなくて一度一歩目に安徳天皇が祀られています。境内には耳の下大石の木造や貴重な資料を展示した宝物館などがあります。江戸時代にと2人の天皇がこの海峡に浮かぶ小さな島でその進路を進みました。剣豪宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘を行った有名な岩流島です。現在観光整備され武蔵小次郎の像や文化石などがあり、中でも鉄道の場所を再現した砂浜に立つとまるでタイムスリップしたかのような臨場感が楽しめます。敗れた佐々木小次郎はここ小倉城での細川忠興の剣術指南役であったと言われています。現在は再現された天守閣のみですが、中には江戸時代の小倉城下町を表現したジオラマなどがあり、岩手島の鉄道通りの雰囲気が楽しめます。再び三本川公園、こちらには江戸末期の大砲が海に向けられています。源泉の発生からおよそ680年後、この場所が再び大きな戦いの舞台となり、ここから維新の台頭が始まりました。現在の山口県、当時の長州藩が多くの外国船と戦った戦争です。この戦いは次第に長州藩の連戦となり、続く報復に備えて下関に派遣されたのが高杉晋作でした。高杉晋作は白石正一郎の支援を得て、吉田松陰の教えに基づき初めて民間人の軍隊騎兵隊を結成しました。晋作の発案で作られ靖国神社のモデルとも言われる日本初の昇魂社、桜山神社はぜひ訪れたい場所。調布博物館には幕末から明治維新にかけての貴重な資料が豊富に展示されていて、幕末ファンならずとも一見の価値ありです。この博物館があるのが高山寺。この場所で高杉晋作は後の明治維新の最も重要な人たちを作る決起を行いました。ご案内申し上げます。本線は間もなくいたしました門司港岸壁へと着岸いたします。着岸作業の際に揺れることがございます。またお時間もしばらくかかりますので、こちらの方からご案内いたしますまではそのままお席についてお待ちください。船内にお忘れ物はございませんよう身の回りのご確認をお願いいたします。やるかれよ。何時に出る？それを決めようか。